マジックを見せてあげるよ。準備はいい？この名前で間違いはない？さあお立ち合いお立ち合い、手前ここに取り出したる陣中香はこれガマの油。ガマといってもそんじょそこらのガマとはものが違う。はい、ご通行中の皆様、要望奇妙にして珍妙なるこの娘、親の因果が子に報い生まれいでたるは蛇女。お代は後で結構だよ。はい、入って入って。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。西洋奇術博士が送る世紀の大マジックショーだよ。ご覧いただきますこの箱、実は入れたものすべてをこの世から消してしまうという摩訶不思議な箱にございます。何でも消してご覧に入れましょう。さあどなたか、自家用ジェットをお持ちの方はいませんか？今日はインドから象に乗ってやってきたという方は手を挙げて。では今夜は特別にここにいらっしゃるお客様一人を消してご覧に入れましょう。はい、そこの可愛らしいお嬢さん。そう、そこのあなた。はい、舞台に上がって上がって。
ちらの気の毒なお嬢さん。箱に入るとあら不思議、私が3秒数える間にきれいさっぱり消えてしまいます。ではお嬢さん、覚悟が決まりましたらこちらの箱にお入りください。お嬢さんの運命やいかに、見事成功いたしましたらご喝采。では参りましょう。愛という あらあら、無防備だね。かわいい人間の娘じゃないか。食ってしまおうよ。意地悪おいでないよ。そっとしておいておやり。どうしてさ、寝ているみたいだし、ちょうどいいじゃないか。ほら、よく見てごらん。この子は。
ああ、よかった。こんなところにいた。やあやあ、無事だったようだね、お嬢さん。マジックショーに出演してくれたお礼だよ。どう？あったかいだろう？違う違う、確かにマジックショーは失敗したけど、君のせいではないんだ。うん、いや、むしろ大成功と言えるかな。そう、少なくとも失敗ではないよ。マジックの趣旨からは外れていないし。
に帰るんだ。それはまた随分難易度が高そうだね。そうそうそうだった。実はね、さっきのマジックショーのことなんだけど、どうやら僕の不手際により君を本当にこの世から消してしまったらしいんだ。ごめん、急にこんなこと言ったら驚くよね。でも安心して、僕は決して怪しいものじゃない。君をこの世から消したと言っても、何も僕が君のことを殺しちゃったわけじゃないんだ。そういう意味で消したわけじゃないから、どうか安心してほしい。いやいや、違うんだ。とにかく僕を信用してほしい。僕は極めて真っ当で善良な人間だってことを分かってほしいんだ。君を騙そうとか危害を加えようとか思ってないよ。ほら、この澄んだ目を見れば僕がいかに信用できる人間かわかるだろう。おや、どうしてこんなに好青年なのに。またまた冗談きついな。まあまあ、とりあえず落ち着いて。怖がらせてしまったお詫びにいいものを見せてあげようじゃないか。魔法じゃないよ、マジックさ。そう、よかった。やっと信用してもらえたみたいで嬉しいよ。手強いな。どうしたら信用してもらえるんだろう。ハトでも信用してもらえないなら他の動物を出そう。そうだ、ライオンはどうかな。ライオンを出したらさすがに信用してくれるよね。